もう全然ちゃいますよ。お前、なんでやろ。小川慎弘です。はい、今回の動画はですね、まあ、なんと久々にちょっと今日は撮影はね、大阪に戻ってきました。で、いつもはですね、あのピンクの骸骨用意してるんですけども、今日はですね、なんとあのスペシャルゲストいまして、あの骸骨が好きで一緒に撮りませんかっていうことで、あの声掛けいただいた特別ゲストいるんですよ。ちょっとお呼びしたいと思います。では、マッスルロチンさん、お願いします。いやー、会いたかったよ。マッスルロチンさんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、久しぶりですよ ね。実は初めて会った時に裸の付き合いをしたというか、初めて会った時に、ね、一緒にお風呂行ったんですよね。そうで、僕はまあ職業柄体を見ちゃうんで、マッスルウォッチングさんの体を見てたんですよ。ええ体してるなと思って。ええ体してるけど、まあちょっとこう姿勢も悪いとかあるな、うん、猫背だったりとか、うん、お客だったりとかっていうのは思いつつ、まあ、あの風呂入ってたんですけど、まあ、今日はね、はい、骸骨を一緒に撮影したいところで、骸骨に会いに来てくれたんですね。これすごいよね、この色とりどりの骸骨ね。そうなんです、ちょっとまあ色気づいてるこうね、骸骨なんですけど。ということで、まあ今日はですね、はい、あの一緒にまあコラボさせてもらって、まあちょっと施術をね、はい、受けてもらって、はい、せっかく綺麗な筋肉ついてるのに、こう骨格が悪かったらもったいないので、施術でね、はい、こう大脚と、はい、こう綺麗な猫背を出していこうかなと。いや、猫背を出していこうかなと思ってます。で、なんか今日要望とかありますか？ただ多分骸骨に会いに行っただけじゃなくてね、まあこう視聴者の人からも、この顎をこう動かしたりする時にこう、うん、シャリシャリ言ったりするのが気になってて、そうです ね。それってやっても大丈夫なのかっていう質問とかよくあるんですけど、うん、まあさっきね、動画撮って顎を動かしてる時に隣でね、シャリシャリこうね、シャーベットをこすってるようなあの音がしてたんで、まあ顎関節症かなみたいな、とっても顎悪いような音がしてたんで、これもね、後で施術をして、まあそのホームケアもですね、まあ非常にこう質問が多いってことなんで、その対処法なんかも後でお伝えしていこうと思います。はい、はい、では早速ね、やっていきましょう。じゃあ早速ね、ちょっと鏡見てもらって、はい、歪みをね、見てほしいんですよ、うん、ちょっと鏡見てもらっていいですか。まあこの辺のエラーあたり、多分食いしばり結構きついと思うんですね。で、顎先があってこのエラーの角っこ、はい、左が高いので、左向いてるんですね。ああ、なるほど。その影響で耳の高さも、違うんだ。骨の高さも違うし、あで、これ口角とか小鼻とか、あと確かに確かに違いますね。と目の高さ、うん、あとこのおでこの高さ、左が上がって右が下がってる状態ですね。あ、なるほど。これをキュッとコンパクトに元あった位置に戻しています、うん、はい。だから骨自体を小さくというか、歪んで大きく見えているものを元の位置に戻しています。こっちの左側のフェースラインを変えていきますね。もうこんな感じなんですか、力は。おお、触れてるだって。もう手当てですね、手当て。あんまり顔、鏡とか見ないでしょ、そんなに、うん、まじまじと、うん、髪の毛セットするぐらいで、髪型を意識するけど、顔の歪みとか多分、うん、見ないですもんね。顔の筋トレとかもだってしないでしょ。そうですね。これで一回触ってみてください。もう全然ちゃいますよ。お前、なんでやろ。ほんまに減りましたね、ここは。減らしたんですよ。っていうか、まあ、元に戻したっていうのが、もともとあった位置が歪みと、まあ、むくみと余分な筋肉脂肪でこう広がって大きく見えてたので。ああ、すげえ。変わりましたよね。ほんまに違いますね。違うでしょう。これが本来の顔なんですよ。こっちが良くない状態ですね。すごい。じゃあさらにまた変えていきます、はい。結構でも激しいのが好きな方も多いんですよね。なんかやられた感が好きというか。うん。でもどうですか、痛いの好きですか。いや、こっちでね、優しい方がいいでしょ。ですよね。うん。いや、強くもできるんですよ。やろうと思ってれば。でもまあ力入れるの大変じゃないですか、うんうん、だからこっちもやる方もやっぱ楽して、うん、でお客さんも楽にしてあげたいみたいなね、うん、そっちの方がどっちもウィンウィンかなって、うん、OK、じゃあこれで両方もう一回触ってもらったら右もこれでスッキリしてます。お前一緒になった。さあ、そしたら今度顎ですね。ここ後期にちょっと張ってるんで、はい、ここもさらに緩めていきますね、はい、触ってもらうと今の筋肉の、ね、硬さちょっと覚えておいてもらいたいんですけど、うん、ガチガチですね。ガチガチでしょ、うん。ではこれちょっとだけ横向けますね。はい、でも意外にまあ男性はあの小顔というか、うん、バランス意識してくる方多いですけどね、
まあ、人前に出る方とか、まあ、松井温さんだから、うんうん、ね、人前出てるので、うん、バランスもし気になるんだったらこういうのもね、やって調整した方が見栄え的には良くなるんですね。OK、はい、戻します。でこれで触ってもらうと右のエラがスッキリします。すごいですね。だいぶ変わってるでしょ。あ、こんなに変わるんですね。変わります。すごい、トントンしただけやの。トントンだけ。じゃ反対も同じく。じゃちょっとだけ右向きます。OK、はい、戻します。で左も触ってみてください。スリムになった。こんな感じスッキリするんですよね。ね、すごい。じゃあ全体的にもう一回りちょっと沈めていきますね、はい。まあ、ちなみに小顔って興味ありますか？小顔、小顔の方がいいなとか。いや、もちろん小顔の方がいいでしょうね。いいですか？うん。いや、顔もムクムキとか、うん、目指すんやったら抗菌食いしばってパンプアップしたりとか。でもやっぱり食いしばりはやっぱり少なくしたいと思いますね。まあ、でも自覚症状なくてもね、普段やっぱり目線下がってるだけで、うん、上の歯と下の歯が当たってるのがもうこれ食いしばりなんですよね。でこう知らないうちにこう顎周りの筋肉がパンプアップしてエラ張りとか目立ってくるんですよ、ね。あ、なるほど。だから目線がずっと下がった状態、下向いた状態のお仕事の方なんかはもう寝てる時以外はずっと下向いてるんで、もうその間食いしばってる。でその癖が寝てる間にも出ると歯ぎしりとかひどい状態になってくるんですよね。さあこれでもう一回触ってみてください。おお、すごいな。めっちゃスッキリした。顔ってこの見えてるところですけど、実は髪の毛が隠れてるところとかもつながってるんで、この辺もねちょっと張ってるんですよ。気になりますね、この辺。そうですね。ちょっと触ってみてください。ボコってなってます、ね。なってるでしょ、うん。じゃあこのまま触っといてください。はい、骨盤されながらそこへこめるん で、 で骨盤 の、 この内側少し押します。この、はい、10秒ぐらいしたら右側 の、 あの頭へこんでくるんで、どうですか、ね、形変わってきてません？へこんできてんのかな。手のひらで触ってもらう方がいいかもしれないですね。右側です。ああ、結構コリッときますね。ここがね、結構骨盤と頭がつながってて、こっち緩めると頭もね、ちっちゃくなるんですよ。変わってきたかも。一回離してもう一回触ってもらうと、多分左の出っ張りよりも右の方がスッキリしてる。そうですね、こっちスッキリしましたね。でしょ。じゃあ左も同じくいきますね。いや、まさかまさかのアプローチですよね、これ。そうなんですよ。だから、まあ、骨盤はね、皆さん絶対歪んでるんで、骨盤歪むから顔も歪む、顔歪んでる方は骨盤も歪むってね。顔やるんだったら、まあ、骨盤なんかも一緒にやった方が絶対いいですよね。なんかこう全体的に整ってる感じがしてきた。そう、本来のね、自分史上最小の顔に戻ってるんですよ。ここからまたさらにもう一段階、まあ、だから切らずにちょっと踏みとどまって先にこういうの受けてもらうと切らずに整形できちゃうんで。いや、めっちゃ絶対そうするべきだと思いますね。こんな変わるっていうのがでもね、なかなか。そうなんですよね、わかんないです。これでじゃあもう一回触ってもらうともう結構スッキリしてます。うん、すごいですね。いや、こんな変わると思ってなかったの。やっぱ触った感じが全然違いますね。こうスッてしてますよね。そうでしょ。うん、すげえ。こんな感じで、まあ、小顔にするというか、まあ、顔を痩せさせて自分本来の一番いい状態に戻すんですね。なるほど。じゃあ一回起き上がって、はい、まあさ、施術終わったんですけど、うん、どうですか、初めて受けてもらって。いや、もうすごいスッキリして、あんな触っただけで変わるって思ってなかったんで、うん、なんかね、びっくりした。やっぱりそう、あの強いイメージとか、うん、痛くした方が効くとかみたいな感じのやつもあるんですけど、うん、痛くしない方が、強くしない方が実はね、結果出るんですよね。へー、すげー。手当てです、手当て。まあ顎もね、なんかあのシャリシャリ言ってたんですけど、うん、今どうですか顎。いや、かなり改善してますね。ですよね。うん、あ、ちょっと音ちっちゃくなってますね。ね、ちっちゃくなった。うん、もし音が鳴る方で大丈夫かなとかいう方いるんですけども、音が鳴るのはまあいいか悪いかったら良くないんですけども、うん、まあその段階では別に心配いらないです、うん。逆に運動してあげた方がいいんですけども、じゃあどういう運動したらいいか、サボってるために出る音なんで、うん、一旦こうアイーンしてで開ける、あ、で閉める、アイーンして。で締める。これをあの10回ぐらい。できればあのご飯食べるときって絶対にこう顎ってね、こう
哺乳類って、咀嚼っていうこう、すりつぶす動きするんですよ、はいはい、キリンとか、ラクダとかこう、はい、あーいやふんにゃ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 でしょ。だから人間もこうやってくちゃ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 すりつぶすんで、だから絶対に歪ませて使うから、普通に使ってたら歪むし、音が鳴り出してるってことはほっといてよくなることないんですよね、うん、だからサボってる筋肉を使うために、食前食後とかにね、こうアイにして開けて閉める、アイにして開けて閉めるっていう普段使わない動きで、まあ、ウォーミングアップをしてから運動、まあ運動っていうのは食事ですね食事の前にウォーミングアップをして、ご飯食べるときには豪快に歪ませて食べて、ぐっとぐっと食べて、で終わった後にまたクールダウンって形でやってもらうと徐々に引いてくると思います。なるほど。ただやっぱホームケアなんで、あまりにも音がひどいとか、なんか音がだんだん大きくなってくるんだったら、やっぱりこう矯正とかね、受けた方がいいと思います。受けた方がいいです、絶対に。はい。あ、だからやっぱりセルフケアとかはね、うん、本当に簡単にできるし、うん、やるべきですよ ね。絶対やるべきですね。うん、うん、いや僕も40になって、まあ、焦りというか、やらなあかんなってもうしみじみ思うんで、年々そう思うようになってきますよね。そうなんですよ、うん、やらなきゃいけないんですよそう、やらんかったら本当にひどいことになっていくっていうかね。そうなんですよ、うん、それはもう筋肉もそうでしょ、うん、骨もそうなんで、そうですね、一緒絶対やるべきですね今日の、まあ、情報が、うん、マッスルウォッチングさん見てくれてる動画の方にも、うん、役に立てばいいかなと思うので、ぜひね、ぜひ実践してもらえたらいいと思います、うん、僕の YouTube ではね、ホームケアいろいろしますけど、マッスルウォッチングさんの YouTube にもいろいろね、筋肉系のトレーニング系のものがあるので、はい、まあ、簡単にできるもの、はい、たった10分でもうそれ真似するだけでできるもの多いのでね、うん、ぜひ皆さんね、下概要欄貼っとくんで、ぜひ見てください。すごくいいと思います。結構ね、今日もちょっとやったんですけど、もう少しやるだけでかなりね、きつかったきついし、こうすごくね、体温まるようなものばかりなんで、うん、やればあれは確実に変わります、うん、確実に変わります。ぜひ見てください、はいはい、さあそしたら今日のね、動画見てくれていいなと思った方は高評価とあとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画ね、お会いしましょう。小川慎でした